パナマ地況パナマ地況は、中央アメリカのカリブ海と太平洋との間、パナマ中部にあり、南北両アメリカ大陸を結ぶ大上の地境。およそ300万年前の先進予に形成されたことで、アメリカ大陸間大交差を起こした。パナマ共和国やパナマ運河がある狭い陸地で、幅はわずか64キロメートル。最強部は、サンブラス地峡。他の多くの地況と同様、 戦略的に重要なポイントである。バスコ・ヌーニエス・デ・バルボアがカリブ海沿岸を航行している際、原住民より南の海の話を聞いたことから、1513年9月25日、彼は太平洋を発見した。1519年、太平洋沿いの小規模な原住民の居住区の近くにパナマの町が創設された。ペルー発見の後、 町は重要な貿易港として発展し、地域の行政上の中心地となった。1671年、ウェールズ人の海賊ヘンリー・モーガンが、カリブ海からパナマ地境を横断し、パナマの町を破壊した。その結果、町は西に数キロ離れた小さな半島上に移転した。パナマの旧市街であるパナマラ・ビエハ地区の遺跡は、近年、 ユネスコの世界遺産に登録された。ペルー副王領の金、銀が地球を横断して、ポルトベロに輸送され、そこでインディアス艦隊に積み込まれ、スペイン本土のセビリア及び1707年からはカディスにも運ばれた。1680年から1684年の間、ライオネルエハは原住民の国族と生活を共にした。1698年、スコットランドが、 ダリエン計画により居住区の建設を試みた。1849年に始まったカリフォルニアのゴールドラッシュで大西洋から太平洋に向かう人の数が増した。アメリカ東部の港から金を探し求める人を乗せた蒸気船がやってきて、初期にはドホや馬で、後にはパナマ地共鉄道で地況を渡った。太平洋側に到着すると、 彼らはパシフィックメール社の船に乗り込みサンフランシスコへと向かった。1880年スウェズ運河を建設したフェルディナンドレー・セップスがパナマ運河会社を立ち上げたが1889年に破綻しパナマ運河儀国事件へと発展した。ありがとうございます。